こんにちは、豊さん。またもです、はい、去年に引き続き大勢投手が怪我のため離脱ということで、まあ、去年はもうほぼ丸々長期でしたけれども、今回ちょっとマウンドの途中で自ら降りる形になりましたけれども、重傷ではない。で、杉内チーフ投手コーチによると最短で10日で戻ってこれるかなというところらしいです。でもそれで途中で降りるかね。まあ、本人的にはこのまま投げたら抑えられないっていうふうにもう思って肩なんですけど、でもそれってだいぶ重症じゃないかって思うけどな。そうですよね、私も思ったんですけど、だからどういう症状なのかが、まあ、分からないではいるんですけど、まあ、申し訳ない、情けない、悔しいですと右肩の違和感というふうに発表されて、それだけなんですよね。右肩のどの部分かにもよるな。まあ、後ろだったらこう針みたいな感じだけど、前の方だとちょっと嫌だな。そうですよね、うん、で、あの5日ジャイアンツ球場で故障班に合流して、ウォーミングアップの後短距離ダッシュなどを行い、その日はノースローということで、この時間をいいものにしないといけない、次の登板に向けての力になれるよう時間を無駄にしないように生活したいというふうに、まあ、安倍監督からはちゃんと直してこいよと声をかけた。そうだな、まだまだ将来が、ね、ある選手だからな。そうなんですね。だから中途半端じゃなくて、もう本当に怪我のしない体を作って上がってきてほしいよな、うん、あの特に今年球速が一気に上がってたじゃないですか。まあ、もともと早かったけどね、まあ、早かったですけど、まあ、160に行くんじゃないかぐらいな感じだったので、負担とかそういうのもあったんですかね。どうなんですかね。逆に調子が良すぎたかもからんな、肩が軽すぎるとか、それで、うん、っていうこともあるんですね。まあ、投げてるボールっていうのは素晴らしかったもんね。はい、そうなんです。だからなかなかこう打てないだろうなと思ってたんだけど、うん、こうなるんだな、ね。まあ、プランが崩れるよな、巨人は一気にな。そうなんです。そこでプランが崩れた、さあっていう時に、じゃあ誰が守護神になるのかといった時に、阿部監督が、まあ、左のバルドナードを当分は守護神にしますと、まあ、一番安定してるしな、はい、なんか精神的にも強そうだしな。そうですね、うん、でここでこの発表が出る前まではファンの中ではバルドナードかそれとも堀田賢慎投手かなんていう風な話も出てたんですけど、バルドナード左のになりました。これは、まあ、俺もそれしかいないなとは思うけども、うん、ただやっぱこう8回とか7回で投げてるのと9回はわけが違うからね、うん、その堀田賢慎投手よりもバルドナードが合っている適性だと阿部監督がしたのはやっぱ経験値じゃないの。やっぱ7回8回で投げてるピッチャーがいきなり抑えて狂っちゃうっていうこともたくさん見てきてるしね、はい、で9回ってやっぱ特別のイニングだから、うん、そこをやっぱこう経験が浅い堀田に任せられるかというと、うん、そこまではな。それだったら俺泉の方がいいと思う。あ、それはやっぱりその経験値があるっていうところですよね。そうそうそう、あとはやっぱ強い球団で投げてたという、はい、だからどこで育ったっていうこともすごく大事なことで、まあそのハングリーさとかいろいろ考えるとバルドナードが一番適任だなと思うので、ね、うん、まあ、その次に俺は泉かなと思う。そうか、まあ、バルドナードは今までね本当にあのいい成績というかほぼ打たれず失点せずに来てるっていう信頼感とかもあってのやっぱり緊急性の守護神っていうことにもうなったっていうのもありますよね。まあそうだな。で、まあ、左が1枚なくなったということで下からあの直江投手だったりを上げてきたと、うん、そこで大江ですね、うん、そこで大江投手、俺もちょっと考えたんだよ、直江って誰がいたっけなみたいな俺は忘れてたなみたいな。すみません、あれ直江投手いろんな人がいるからなそれ間違えるよそうだからあのバルドナードとかロドリゲスとかマルチネスとか、まあまあしょうがないんだよすみません、もうそれをね重箱の隅をつつくようにねコメント欄に書く人がいる。すみません、もうよく見てくれてるのはありがたいけどもうそれは申し訳ないけどそれはね間違える時だってあるよありますね、ね、すみません。直江投手もいればいますよね、名前で直江っていますよね。いるよ、いますよね、よかった大江投手、ね、左のね、はい、左で上がってきて、はいはい、もうあの投げてますけれども、うん、状態はね、はい、良さそうだよな。そうですよね。あとはね、西舘の状態がどうなってくるのかなっていう感じだよね。あの現段階で前回あの失点してから初めて投げて、まあ、あの抑えはしましたけれども、うん、どんな風に映ってました？
まあ、投げろって言われたら投げるしかないし、うん、まあ、その中で結果が点を取られなかったというだけで、うん、まあ、状態的にはそんなには上がってきてないのかなっていうの感じはするけどね、うん、なんかこうキレが悪くなってるよな、ボールに対しても。それは疲労から来るものなのかちょっとわからないけどもね、技術的にちょっとバランスを崩したのかわからないけども、まあ、俺はどちらかというと疲労かな、それと精神的な疲労かなって思ってるんだけども、まあ、こう上がってくるにはやっぱ何回か続けないとさ。そうですよね、うん、いいイメージでね。あとフォームも特にはそんな変わってなかった。まあこれね、急にシーズン中に変えるっていうのは危険度があるし、うん、これはやっぱオフの課題じゃないかなっていうような気はするけど、ね、うんうん、そうなんですね。まあバルドナードが9回最後となった場合、7、8、これはどういうふうになっていくと思いますか。まあ高梨大江がいるでしょ、はい、で、まあ、泉西舘っていうのがいるよね、はい、その中で堀田がいたりだとか、はい、まあ、そこら辺を相手のデータとか、うん、持ってるデータを見ながら、はい、まあ、差し込んでいけばいいのかなっていうような感じはするけども、うん、だから1イニング任せるっていうのがまあ主流にあるかもわかんないけども、はい、まあ、そんなことは考えない方がいいのかなっていう。あ、だからその1人1冊でもいいし、はい、例えば左から始まる、まず大江行った、はい、ね、次に右、うん、堀田が行った、あ、右の堀田、はい、が行った、うん、でまた左が来る、ジグザグで向こうが組んでる、はい、そしたら大江が行ったみたいな、うんうん、これも1人1冊で3人使っちゃうとかさ、はい、おー、うん、まあ、そういうやり方やりくりをした方がいいのかなっていう。じゃあ9回だけは決めておいて、もう7、8はその時の状況によって臨機応変にね。あ、だからまあ阪神が岩崎が来るのか、はい、ゲラが来るのか、うん、まあ、分からないように、これはまあ打順の流れだとか、うん、まあ、そういうことで先に投げたり後に投げたりはしてると思うんだけども、うん、まあ、そういう状態を作り出した方がいいのかなっていうような感じがするけどね。ただその今まで中に入ってた堀田投手が8日先発に回るというところで、まあ、赤星投手が中に入ってきた分1枚、まあ、ローテが空いたというところで、はい、そこに堀田投手を入れるので、そうなってくると必然的に赤星投手がその役割を担っていく堀田投手もってことですか。赤星は使えると思うけどな。中でですよね。あの子は器用だわ。中向きなんですか。どこも向いてる。あ、どこもできるのか。もう本当にボーカルもできればギターもできるってタイプ。マルチプレイヤーってことですね。やっぱ持ち球っていうのがシュートがね、うん、まあ、非常にいいし、うん、まあ、昨年からね、非常に磨いてきたボール、うん、ああいうのがあるから、俺はなんかすごく中でもいいし先発でもいいと思ってるから。これ中に入れたということはどういうふうな使い方を阿部監督はしたいって思ってるんですか。まあ、西舘が危なかった時とか、うん、赤星いってくれみたいな、そういうとか、まあ、赤星に7回任せて、まあ、西舘を8回に持ってくるかも、うんうん、まあ、知れないし、はい、まあ、その中で左が3枚並ぶんだったら、うん、まあ、高梨から行っとけみたいな、うん、とか、うん、で、まあ、いろんなやりくりはできるよね。そうですよね。でロングもいけると思うので、何かあったら、あと船場さんもいる。あ、そうだ。いや、だから結構豊富にいるんだよ。そうでしたね、うん、だからまあそこら辺はなんかそんなに俺も心配してないけども、はい、ただまだこう投げてないからね、そのポジションで、うん、で9回という特別なポジションをスッと終われるかどうかだよね、うん、だからそこの取っかかりさえしっかり入っていければ、はい、まあ俺は大丈夫だと思う、バルナードは。バルナードは、はい、うん、じゃあ大勢投手が抜けたっていうのは非常に痛いなっていうふうにファンは思ってるんですが、でも戻ってくるまでは今いる現体制で なんとかいけそう。もう行くしかない、行くしかないですし、俺はいけると思う。これは大勢投手が本当に最短で10日とは言われてますけど、もちろんそれ以上かかる場合もあるでしょうし、ここは本当に無理させず、本当に治ってきて万全の体制ってなってから、もちろん今はまだ余裕があるからね、うん、失敗もしてないし、はい、でこれからどういうふうなことになってくるのか、うん、それを見た時に、うん、おい大勢どうなってるって状態はみたいな、うん、焦るかもわからないし、はい、で大勢に焦るなって言っとけよみたいな、うんうん、ことになるかもわからないし、はい、いやだからまあどっちに出るかだろうな、それは、うん、それはもう喉から手が出るほどお前欲しいって思えばさ、うん、大勢ちょっと忙してくれみたいなさ、はい、こういうこともあるかもわからないけど、うん、まあ、阿部監督の性格からするときっちり直してやりたいっていうふうには思ってるだろうと思うよ。そうですよね、うん、
無理させたらダメだぞって。うん、ここまで巨人の戦い方というとなかなか打線がつながらない中、ロースコアでピッチャーたちがしのいで、まあ、そうだな、あの先発も中継ぎも後ろもっていうところでやってきたので、うん、ここでね、大勢投手がいなくなってしまった、中継ぎ崩れてしまったっていうのが一番怖いと思うんですよ。もう立て直しが効かなくなるからな、はい、そうなってくると。そうなんですよね、うん、だから打てないやつっていうのは、うん、そら打てないよって、その簡単に長割り失敗だもんっていうのが関の山だけど、はい、やっぱそこら辺の後ろのピッチャーって間違えたら終わるからな、そら相当な負担を感じながら投げてると思うから、うん、まあ一番はやっぱこう点取ってやるっていうことだよ、うん、その方が中継のピッチャーたちも楽に投げられますよ ね、 そ, うだね、まあ、それとやっぱこうしんどいかもわからないけども、うん、1人も2人ももうピッチャーって変わらないんだよ、はい、だけど1人1冊で行くとかさ、うん、だからまあその阿部監督は乗り越え方っていうのは多分うまいと思うんだよね、はい、だからまあそこら辺は大丈夫だと思うけども、うん、負担はかかってももうみんなでしのいでいくしかないよね。そうですよね、うん、まあ、そもそもね先発だったグリフィン、そしてメンデスが、ね、やってんだって本当いないから中からどんどん回していく、こんな事態になっちゃって大勢投手も抜けちゃったからっていう、まあまあ毎年のことだけどなジャイアンツはな、うんうん、まあだけど、うん、やっぱりいい補強もしてるし、はい、結果も出てるからね。いやでも本当に補強しといてよかったですね。だからこれも見越して補強してるんでしょ。だから危機管理能力っていうのは多分阿部監督の中には高いものがあると思う。そうですよね、うん、いやだからうまく回すと思うよ、うん、だから西舘をうまく使い赤星を使いみたいな、泉を加えみたいな、うん、だからその負担を軽減するような、うん、なんか使い方になってくるのかなというの感じがするけどね。そうですね、うん、まあね、大勢投手がちょっと戻ってくるまでは、まあ、イレギュラーな形にもなるでしょうし、はいはい、その中でね打線がなかなかっていう中で負担中継ぎ陣後ろにかかるかもしれないんですけど、なんとかここはしのいでいきたいですね巨人、まあ、しのげるよ。しのげますか。はい、はい。